チャレンジャーは三菱自動車工業が生産、販売しているミッドサイズ SUV である。現在は海外専売車種である。日本でも1996年から2001年まで販売が行われていた。現在は主にパジェロスポーツ、またはモンテロスポーツ等の社名で日本を除く世界各国で販売されている。シャーシボディシャーシには2代目パジェロのラダーフレームを 採用している。サイレン化モデル S ワゴナンバーサイズ、その他モデルは265サイズのワイドタイヤ、オーバーフェンダー装着の3ナンバーモデル、また簡易キャンピング仕様の8ナンバーモデルをラインナップする。エンジン当初は 6G7 にボルト型6気筒サイチェシー12バルブに 972cc と 4D56 直列4気筒サイチェシーに、 500cc インタークーラー付きディーゼルターボ 4M40 直列4気筒サイチェシーインタークーラー付きターボディーゼルの3種類だった。あとに 6G74 ボルト型6気筒 DOHC24 バルブグディさん 496cc と 4M40 直列4気筒サイチェシーインタークーラー付きターボディーゼルが機械式から電子制御式の燃料噴射となった。 サスペンションサスペンションは2代目パジェロ同様にフロントがダブルウィッシュボーントーションバースプリング式独立喧嘩、リアは3リンクコイルスプリング式車軸喧嘩を踏襲。4リンク同システム2代目パジェロに採用されたスーパーセレクト 4WD を搭載している。このシステムはトランスファーにビスカス LSD 付きセンターデフを追加し、4WD 時には センターデフ式フルタイム 4WD とほぼ同等の舗装路での走行性能を有している。センターデフにはデフロック機構を装備し、直結 4WD と同等のアクロ走破性も持つため、パートタイム 4WD とフルタイム 4WD の長所を兼ね備えたシステムである。また、走行中でも駆動方式が変更可能で、前後輪への駆動力の配分は50、50であり、 必要に応じて、例、100に近い配分まで変化することが可能となる。一部グレードに走行中の切り替えを可能にする電子クラッチを用いたパートタイム駆動車両の EG セレクト 4WD を採用している。 自動車衝突安全テスト1996年7月1997年1月4日から1月19日1997年8月1998年1月1日から1月18日1998年8月1999年1月1日から1月17日1999年6月2000年11月12日2001年6月2002年11月 21日から11月23日、2003年、に1 0 1 1年。シャーシポティシャーシには、新開発のラダーフレームを採用。このラダーフレームは、従来より、軽量な鋼を使用することで重量を削減している。エンジンエンジンは、4D562.5 リットル直列4、気筒 DOHC16 バルブ IC、 ターボコモンレール DID4M413.2 リットル直列、4気筒 DOHC16 バルブ IC、ターボコモンレール DID6 バイト313.0リットル V 型、6気筒サイチェ C24 バルブ 6G743.5 リットル V 型、6気筒サイチェ C24 バルブを搭載している。サスペンションサスペンションは、フロントがダブルウィッシュボーン式、コイルスプリング、 リアは3リンク式、コイル四4駆動システム仙台同様スーパーセレクト4、WD を搭載している。加えて、4代目パジェロと同じクックの搭載により、滑りやすい路面や緊急回避時の急なハンドル操作による車両の不安定な動きや、車輪のスリップを各は独立して、ブレーキを作動させ、回転差を減少させることでスリップを抑制し、安定走行を支える。 アクティブスタビリティコントロール。また、雪動やぬかるみなどでの発進時や、急勾配での途半、後半時に駆動輪のスリップを感知すると、そのタイヤにブレーキをかけるとともに、エンジンの出力をスロットルブで最適に制御するアクティブトラクションコントロールを搭載している。ATG により、前後片方輪空転しても空転タイヤにブレーキをかけて駆動力の流出を防止する。そのため、 従来 LSD デファレンシャルなどによる作動制限をブレーキで行う LSD として作用するためアクロ相波性が飛躍的に向上している自動車衝突安全テスト2008年8月26日から9月7日2008年9月5日大使用のパジェロスポーツを公開モスクワ国際モーターショーとは違い 2WD モデルやカットモデル 4WD モデルに搭載される パワーユニット 4M41 も公開された。2WD モデルには 2.5LDD が、4WD モデルには 3.2LDD が搭載される。ロシア仕様は落ち着いた、木目調パネルを採用した内装に対し、イ仕様はスポーティーなシルバーパネルを採用。 2008年12月20日2009年1月3日から1月18日2016年未明2015年8月1日にタイにて発表され、同年秋よりタイを皮切りに順次発売される予定。ダイナミックシールドと呼ばれる新世代フロントフェイスコンセプトを取り入れ、エンジンは新開発の 4N15 型2.4リットルマイベックディーゼルターボエンジンを搭載し、 三菱車初となる八速 AT も採用される。これにより、先代モデルに対しおよそ17%の燃費向上を実現している。四輪駆動システムは三菱自動車独自で、三代目以降のパジェロに採用されているスーパーセレクト 4WD2 を搭載し、路面状況に応じて走破性と安定性を高める、オフロードモード制御やヒルディセントコントロールを採用。さらに、 塗装性能の向上により、パジェロブランドならではの悪路や冠水路の走破性を実現している。衝突安全強化ボディ、ライズと合計7つの SRS エアバッグによる優れたパッシブセーフティに加え、衝突被害軽減ブレーキシステム、5速方四角警報システム、誤発進抑制制御システムなど、先進の予防安全装備のほか、電動パーキングブレーキ、マルチアラウンドモニター、 全席左右の温度調整オートエアコンなど、従来の枠を超えた先進装備を多数採用している。なお、仙台パジェロスポーツは、2008年からタイで生産し、ロシアから販売を開始。その後、生産国体をはじめとするアセアン、中東、アフリカ、中南米、豪州、中国などに販売地域を広げるとともに、現地生産化を進め、2011年1月に、 ブラジル、同年7月に、ベトナム、8月にバングラディッシュ、2013年7月に、ロシア、同年10月からは中国でも生産を開始している。初代2代目3代目、チャレンジャーは、英語で、挑戦者という意味である。パジェロは、チリアルゼンチン地方南部パタゴニア地方に生息する、山猫のパジェロキャットから取ったものである。スポーツは、英語で、スポーツの遊戯という意味である。 ありがとうございます。